今週の動画素材は2020年2月以前に撮影されたものを使用しています。京阪特急は歴史的に豪華な設備で知られ、テレビカー、日本初の自動転換クロスシートやダブルデッカーなどの新たな目玉を次々と生み出してきました。長年全車両が特別料金不要だった京阪特急でしたが、途中駅からの乗車だと座席が埋まっていることが多く、追加料金を払ってでも座りたいという要望が多かったといいます。そこで登場したのが京阪初の座席指定車両プレミアムカーで、現在では8000系車両の全編成に組み込まれています。プレミアムカーが好評なことから、サービスを3000系にも拡大することを以前より発表しており、2020年5月12日その詳細が明らかになりました。今回続報があったのは2021年1月より新造するプレミアムカー車両を2代目京阪3000系に組み入れるということについてです。このニュースの注目ポイントをいくつかまとめてみました。まずはこの拡大により、基本的に昼間の全ての特急でプレミアムカーが提供されるようになります。京阪3000系はもともと中之島線直通の快速急行用として製造された車両でしたが、近年は前面でハトマークの形質を始めるなど、特急用車両として扱われるようになっていました。来年から組み込まれるプレミアムカー車両は改造ではなく新造なので、改造車の8000系プレミアムカーと違い、窓割りが座席と合うようになります。着席定員は8000系のものと同じですが、前後間隔が広がるほか、クッションが調整され座り心地も改善します。また3000系プレミアムカーには世界初となる機能もあります。側面の方向幕は8000系の LED のものに代わり、複層ガラスの内部に液晶ディスプレイを内蔵した新技術が採用されます。 AGC が開発したインフォベールと呼ばれるこの新製品では、表示面がガラスの反射で見えづらくなることを防ぎ、車内のスペースを圧迫する心配もなくなります。2021年から始まるプレミアムカーの拡大は車両だけにとどまりません。これまでプレミアムカー券の購入は改札外の駅窓口とネット上のみでしたが、新たに特急停車駅のホーム上に券売機が設置されます。例えば特急通過駅からプレミアムカーに乗り継ぐ際は、この券売機で購入するのが便利になります。決済方法はキャッシュレスのみで、ピタパを含めた IC カードやクレジットカード、QR コード決済などが使用できます。多くの鉄道マニアが注目しているのが、プレミアムカーの新造に伴い置き換えられる3000系の余った車両の動向です。今のところ発表はありませんが、3000系は2008年に製造された比較的新しい車両なので、改造を受けて新たな編成が組まれる可能性があります。1ヶ月前の動画で同じく京阪間を結ぶ有料通勤列車の新快速 A シートの今後について扱いました。試験的な運行が続き、サービスが本格化されない A シートに対し、京阪プレミアムカーは本数の増加と予約方法の拡大を行います。この差からも京阪電車プレミアムカーの好調ぶりと取り組みの本気度がうかがえます。新快速よりも所要時間がかかる分、豪華な座席でゆったり座れることを強みに、他社との差別化を図ります。それに加え、京阪沿線でも人口が減少する中でも通勤客の単価を上げる狙いもあります。現在は阪急京都レインが当面の間運休となるなど、京阪間の鉄道利用が大きく落ち込んでいます。再び京阪間の鉄道各社が活気を取り戻す日を心待ちにしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。